What about making your sound better?
えるんじゃなくて、このまま止めるイメージで触ったり、そうすると自然と横に引くような流れになる。 OK、 ちょっと止めるっていうようなイメージを持ってやってみてください。はい、OK ですか？はい、はい、はい、はい。大好きな技って何？相手をおちょくるって言ったら何？イエス、股抜き。オッケー、股抜きをします。で、この股抜きはあのタイミングが合えば屈球で股を抜ける股抜きなんです。オッケー、普段みんなは相手に抜かれてどん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 股抜きを、こんな感じ、ね、でも抜けないことが多い。それは何でか、股を開けさせる動作をしてないから。股を開けさせる揺さぶりをかけてから股を引く。 OK、 今からやってもらうのはこうまでしたら、はあ、戻る戻る、はあ、そしたらボールの上に横を向きます。ここからなくなる。こうまでしたら、はあ、戻る戻る、はあ、そしたらイメージ湧いた人、今本当？イメージ湧いた？6年全部イメージ湧かなくて全部 OK、 もう一回ゆっくりやるよ、見ててね。はい、ドリドリしていきます。横を向き止める。この時に大事なのはこっち行くよとか、こっちパス出すよっていう雰囲気を出すこと。そうするとディフェンスが疲れて、え、そっちに出すの？って思う。その時にパス出すふりした、まあまあボールを止める。これで止める。 OK、 止めたら反対に行くときにダブルタッチ、ダブルタッチ、こうしてボール止めたら本当はこっちに行くっていう振りを見せてから回る。 OK、 やり方は分かった、やり方は分かった。じゃあどういうイメージを持てばいいか、ハル、はい、まずこっちにパスしようとしたら、それはこっちに指示がいきます。 OK、 パスしようとしたらつなげる。でもこれだけじゃ実際ディフェンス騙される、騙されない。だからついてこようとする、ついてくる、ついてくるからダブルタッチにずらす。ずらしたら、ずれたらディフェンサーやべえ、取れなかった、読みが外れちゃった、だからまたボール取りに来る、取りに来る。また取りに来るじゃん。OK、 いきますよ。あなた、はい、止める、来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 る、っていうイメージ。で、また止めたら、こっちからボールを。OK。で、なんでこうやって最初確定で抜けるか、ね、抜けるって言ったかっていうと、これ、ずらすときにさ、相手は、相手は走ってこなきゃいけない。走ってこなきゃいけない。例えば、ある。走ったら自然とまたってやったんだよ。こんなやつ走ってこないでしょ。ディフェンスこうやって追いかけるってことある？いや、ないないよね。みんなこうやって頑張って必死に足開いて歩いてくるよね。あ、走ってくるよね。だから走って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 走
オッケーオッケー。だから走らせるために今のをやります。 OK ですか？覚えた人、そう、はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。